はい、三橋 TV をご覧の皆様、今回は、チーム三橋の、伝統的な練習である一つを、ご紹介したいと思います。簡単に言うとですね、これはもう栗ちゃんにも何度も今までやってもらってますけども、加速体幹ドリルといって、もう右手を離すドリルですね。でこのドリルを、正しくやると片手を離してもまあまあまっすぐ遠くへ飛びます。でなおかつ距離も実はそこまで変わらない。中にはこの方が距離が出ちゃう人もおそらく いらっしゃると思うんですね。で、まずこう片手でクラブをまずとりあえず両手で持つ前に片手で持っていただくと、このクラブヘッドをめちゃくちゃ速く振ろうとしたらどういうふうに振れば一番速く振れるか、まずここを自分自身で練習していただきたいんです。例えばこう体が先にこうもし回ったらクラブを加速させることってすごく難しく感じるし、逆に手首だけで頑張っても、クラブを加速させることがすごく難しいと思うんですね。正しくクラブを引っ張りながら、ある程度自分の体とクラブがこうカウンターっていってこう引っ張り合う動きが少し入ってくると、片手の打ち方でもかなりこう溜まってこう飛ばすことができます。片手の打ち方でもかなりこう溜まってこう飛ばすことができます。でもちろん片手だけでやるとバックスイング上げるときにクラブが重たくなってしまう女性とかもいるので、そういった意味で、両手で持って構わないんですけども、バックスイングをしたら片手を離してクラブを加速を体感すると。でこれをやってもらうと自分の球を見たときに正しくクラブが解放されていると、右手を離してもまあまあまっすぐ飛びます。でポイントとしてはこの放たれたこの左手、まず左手側から説明すると、もう完全にこう手がこう伸びきっちゃいますね。自分が長尻合わせて当てようとしている人は、肘がこう曲がってくるので、まず本当にビャーンともう肩が抜けるぐらいの感覚ぐらい手がしっかりと伸ばされて、ここで加速を自分で感じられているのかっていうのを一つ体験していただくのと、もう一つはこの離した方側の手、これがすごく大事で、ちょっと正しくやりますね。正しくやると離した方側の手は必ず正しくリリースされると、このように手の甲が後ろ側を向きます。あ、手のひらがですね、パーンって振ったらこうなります。で帳尻合わされている方は、普段こうアジャストしてる、合わせて打ってる方は絶対こうなってるはずなんですね。でこの離した右手が本当に無意識にこうなってるかどうか、自分で意図的にこうしたら全然意味がないんですけども、無意識にこうなってるかどうか、これを確認すると、あ、普段正しくリリースが自分はできてるんだって一つの確認にもなるので、ゴルフって基本的にクラブを正しく解放するゲームなんですけど、クラブを正しく管理してからこうクラブを加速させていくものなんですけど、こうやって振ってるのかこうやって振ってるのかでは全然そのクラブの解放するエネルギーが全く違うので、ぜひこう右手を離した時の自分の右手がリリース方向に正しく回転できているのかどうかっていうのを確認しながら、この加速体幹ドリルをぜひやっていただいてですね、ぜひやっていただいて右手を離してもめちゃくちゃ熱くて球が飛ばせるんだっていうことを実感していただくと、ボールに対して合わせにいくってことがかなり改善できるので、コース行くとやっぱ合わせにいく人が圧倒的に多いんでね、こういう合わせられないような練習をぜひ普段からやって、クラブに加速させる癖をもう普段からつけていただけると飛距離も出ますし当たり方も安定するので、ぜひこんな練習をなさってみてください。はい、ストップ。おかしいでしょ。クリちゃんの歌舞伎ドリルはこうなんで、クリちゃんはこうだから、ある、これはある意味こう引っ張り合いを作ってるわけで、こうリリース感を養ってるわけじゃないんだよね。右サイドが突っ込まないような練習だから、クリちゃんの歌舞伎はこうじゃん。なんかおかしいでしょ。ね、はい、でもリリースされるとこれちょっと違うでしょ、はい、この違いこうじゃないからね、はい、やってみてください。